ウゲジです。福袋開封。ありがとうございます。めちゃめちゃ遅いですよね。めちゃめちゃ遅いです。ユニフォーム開封をね、結構毎年やったりやんなかったり、まあやってたんですけども、まあ、今年はね、もう先にもシーズン始まっちゃったんで、ユニフォーム開封はしませんが、今年2着買わせていただきました。一つがですね、ジャーメイン・リョウ選手。そしてもう一つが、77番、藤原健介選手ですね。のユニフォームを買っております。どちらともね、ホームのユニフォームなんですけれども、まあ、その時にね、ついてきた、お茶の缶みたいな、お茶パンの缶があるんですけれども、そちらも開封していきたいと思います。それでは、福袋開封していきましょう。さあ、こちらですね、福袋届いたんで、開けていきます。22,000 円のコースかな、っていうのを買いました。さあ、どんなものが入ってるか。大体にこう、画像が、で、こう、入ってるものってなんとなくもう分かってはいるんですけども、改めてね、どんなものが入ってるか。開けていきたいと思います。こんな感じですね。カバンですね。デニム地のカバンが入ってます。開けていきます。こちらですね、かわいい。こんな感じのトートバッグっていうの、手提げバッグっていうの、なんていうの、こういうの、これでジュビロが入っていると。で、火星付きという形になってますね。非常にかわいいトートバッグでございます。こちらの中にいろいろ入っているんで出していきたいと思います。お、かわいい。まず一つ目。こちらですね。こちら。ユニフォームベアですね。2023シーズンのユニフォームを着た、ユニフォームベアではあります。ちなみにですね、このユニフォームベアの、このユニフォームが、ちょうどですね、よく市販されてるジュビロ君、ジュビーちゃんの、ユニフォームにぴったりなんですね。なので、昔着たユニフォームベア、今、うちにあるやつで、これユニフォーム取られて、現在僕の家のジュビロ君、ジュビちゃん着てるみたいなね、こともありますけれども、こちらのユニフォームベア、ありがとうございます。これね、アドミラルになってからのこの2023シーズンのユニフォーム、非常に可愛いので、これはもう大満足なやつですよ。ありがとうございます。さあ、そして次、こちら。なんだこれ？リウォームカイロだって。リウォームカイロ。どんなやつだこれ。開けていきましょう。ほう。なんか、こんな、なんだろう、ジェルみたいな。なんだろう、これ。これが入ってます。カイロの中の金属ボタンを軽く押し、曲げます?たちまち透明な液体が白く結晶化しながら発熱。熱が徐々に下がりながら適度な暖かさを保ちます。約40分。一回で発熱しない場合はボタンを端に寄せて、再度ボタンを押して曲げてください。なんか、こういう金属、これを、何？曲げると、あったかくなるの？金属ボタン。これ、ちょっと、やってみる？え、どうやってやるのこれ、怖っ。え、何？これ合ってんの？あ、怖い。あ、なったけど？え、なんか変わる？白く濁ってくるのこれ。全然、なんないけど、俺のやり方が悪い。お、何？あ、来た。おー、すげえ、なんだこれ。あー、あったかい。お、すげえこれ。え？なんだこれ。おー、めっちゃあったけ。え、すげえ、なんだろう、触った感じ。あ、本当にカイロ、北海道みたいな感じです。めっちゃあったかい。なんだこれ。すげえ。で、これ、沸騰したお湯に入れて白い結晶が見えなくなるまで約5分煮れば、再び再利用できます、ということです。へえ、こんな面白グッズ、便利グッズがあるんだね。知らなかった。めちゃめちゃいいじゃん、これ。使うのはまた今年の冬でしょうけども。へえ、非常に面白い回路でした。ありがとうございます。さあ、そして次。次はこちら。あ、福袋マフラーキーホルダーだって。マフラー型のキーホルダーという形ですね。こんな感じのキーホルダーになってます。かわいいじゃん。ちょうどね、僕、鍵につけてたジュビーちゃんのキーホルダーがなぜかこう、どっかに行ってしまったので、これをちょっと鍵の方につけたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして次、こちら。お、これはいいじゃん。こちらですね、30周年のペンラですね。あ、しかも、電池はないみたいだね。これね、ちょっと欲しいなと思ってたんですけども、買ってませんでしたんで、ちょうどよかった。ありがとうございます。さあ、そして次はこちら。これは？お、何でしたっけ？これ、スパイファミリーのクリアファイルですね。ありがとうございます。スパイファミリーめちゃめちゃ人気で、こう、コラボしてね、各チームとのこう、グッズが出てたんですけども、その、クリアファイルです。ありがとうございます。仕事に使いたいと思います。さあ、そしてこちら。お、これもスパイファミリーだ。
これはすごい。スパイファミリーのタオルですね。これね、生地がこう、表面はツルツで中は、このふわふわな感じになってますね。これはなんだ、体拭くというよりはこう、なんか寒い時に、こう、寒い時にね、こうやって羽織ってもいいかもしれない。めちゃめちゃあったかそう。ありがとうございます。スパイファミリー。あ、正直でスパイファミリーあんま見てないんですけども、アーニャぐらいしかわかんないです。アーニャと、この犬は何なのかちょっとわかんないですが、これを機に、スパイファミリー全部見たいと思います。ありがとうございます。さあ、そして次にこちら。あ、これ、毎年ね、これあるんですよ。辰年のジュビロのタオルですね。めちゃめちゃいい。ありがとうございます。ちょっとね、毎年似たようなデザインだったんですけど、今年デザインちょっといつもと違いますね。毎年福袋買ってるんで、それの、まあ、楽しみでもありますね。素晴らしいタオル、ありがとうございます。使っていきます。さあ、そして次は、こちら。これはネックウォーマーですね。いいじゃん、ネックウォーマー。白っぽく見えますけどね、地味にサックスブルーなんですよね。サックスブルーのネックウォーマー。めちゃめちゃいいじゃないですか、こんな感じで。あ、これでね、寒い日の感染もバッチリですね。あ、非常にあったかい。いや、ありがとうございます。ネックウォーマー使わせてもらいます。さあ、そして次はこちら。デニムバスタオルという形になっております。ジュビロのね、ロゴもバッチリ入っているというやつですね。ロゴはね、この最初見せたこのバッグと同じロゴですね。ああ、いい感じ。新品のタオルってなんでこんなに色するんだろうな。めちゃめちゃいい。さあ、そしてついに最後ですね。最後、こちらです。来ました。これがね、この福袋の目玉なんですよね。そうですね。アドミラルの練習着です。めちゃめちゃかっこいいじゃないの。これだってもともとで 16,170 円ですよ、税込みで。この福袋が 22,000 円のやつなんで、これが入ってるだけでもうめちゃめちゃお得っていうね、やつです。これね、ちょっとなんだかんだ欲しいなと思いながらも、買ってなかったやつなんですよ。ちょっと着てみたいと思います。どうですか？着てみました。これね、袖、肩ですか？肩にもアドミラルのロゴが入っていて、エンブレムもね、バッチリ。キラキラしてるやつが入ってるんですよ。ユニフォームに敷いてるやつと一緒です。なんか、すごい、アスリートみたいな格好になった。なかなかね、いつもこういう服は着ないんですけども。これでね、外走りに行くとき、まあ、あればですけども、外を走りたくなったときは、これを着て、運動したいと思います。さあ、というわけでね、福袋開封してきたんですけども、まだあるんですよ。こちらですね。今年のセレモニージャケット、買わせていただいたんで、こちらも開けていきたいと思います。こちらですね。いや、いい。とてもいい。これよく見ると、こう、チェック柄なんですよね。今年のユニフォームのこの襟の部分と袖の部分にね、あるチェックの柄のジャケットです。これですね、めちゃめちゃいいじゃん。遠くから見るとね、ちょっとサックスブルーにこれが見えるんですよ。でね、毎年こうセレモニージャケットっていろんな色が出るんですけども、まあ、黒っぽかったりだとか、グレーの濃いやつだったりだとか、あとは白がね、非常に多いイメージが今まであったんで、なかなかね、ちょっと青っぽいのがなかったんで、買ってなかったんですよ。強いて言うならね、ちょっと迷彩柄の昔よく着てたんですが、迷彩柄の青いやつがね、セレモニージャケットで、それが一番気に入ってたんですが、これ、ちょっとこう水色っぽいじゃないですか、遠目から見ると。これにね、非常にもう一目惚れしまして、もう着て買っちゃいました。めっちゃいい、かっこいい。いや、いいね。これすげえテンション上がるわ。こういうね、色合いすげえ好きなんで、最高です。これでまだ今、Eショップ、ジブロEショップの方とか、ジビロショップの方でもめちゃめちゃ売ってますんで、よかったら皆さんぜひ買ってみてください。これもう大満足でしょ。これからこれ着て応援行こう。さあ、ということでね、いろいろと開封してきましたけども、僕がすごく気になってるのはこれなんですよ。こちら、お茶パンです。これで今年のユニフォームを先行予約で買った人には漏れなく1着につき1個この缶の中に入ったパンがついてくるんですよ。こういうものってね、なんかこう、開けるのもったいないじゃないですけど、これなんかなかなか開けづらかったりするんですよね。で、しかも日持ちが2026年の2月まで賞味期限があるので、すげえ持つパンなんですけど、家にもう一個あるんで、これ、ちょっと一個食ってみたいなと思います。ぜひともね、まだ開けてない方がいらっしゃったら、その人の参考になるように、開けていきたいと思います。開封。じゃあ行きますよ。勝て！よっ、こう合ってんのか、揚げ方。
や、すげえ、パンダ。パンが出てきた。お茶のパンで、この、よくマフィンについてる、この、太陽と小麦こんにちはみたいな、そういうカップに入ってます。いいじゃん。これを、片手でもいけるね。いいっすか？うわ、ま、緑。ちっちゃいやつ入った。ま、緑ですね。おぉ。食べ応えすげえありそう。さあ、じゃあ、せっかくなんで、いただいていきたいと思います。うん。すげえお茶。めっちゃまっちゃ。お茶の香りがね、すげえ強いですけども、ほんのりね、このお茶の甘みが後半に、後から来る、ふわっと香るような、そんな感じですね。牛乳と一緒にこれ食べたら最高にうまい。ボリュームもすごいんですよね。これ二人で分けてもいいですね。どうだろう、チョコソースとかこうつけたらめちゃめちゃうまいだろうし、あんこ乗っけてもね、いいかもしれないです。うん。こんな感じの味です。で、静岡の緑茶を使ってるっていうね、感じですね。まだ開けてない方。参考になったかわかりませんが、こんな感じのパンが入ってるんで、ぜひともみんなで仲良く食べてみてください。牛乳とあんこを用意した方がいいかもしれません。そしたらもっと美味しくなります。はい、というわけでね、福袋とセレモニージャケットとお茶パン開封してきましたけれども、今年も素晴らしい商品の数々だったんじゃないでしょうか。ジュビロ磐田ね、今絶賛 J1 を戦っている最中ですんで、これからどんどん上に行くためにも、僕ら信者の後押し、清き一票、清き千円、清き一万円がね、必要になってくると思いますので、ぜひともいろんなグッズ今後も出ていくと思いますので、皆さん、買ってみてはいかがでしょうか。僕のおすすめは本当にセレモニージャケットぜひ買ってください。というわけで今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。